ガードポジションからのチキンウィングアームロックチキンウィングアームロックは格闘技における関節技アームロックダブルリストロックである。柔道においては腕管に含まれる。チキンウィングアームロックは相手の腕を曲げて体の裏側にひねるダブルリストロックである。片方の手で相手の手首をつかみ、さらにもう一方の腕で四の字を作り、相手の腕を絡めながら、 自分の手首を掴み、相手の手を相手の背後に回すようにひねる。絡めた腕が支点となる、てこの原理で、肩関節にダメージを与えることができる。どんな体勢からでも狙うことができて、相手が逃げようと動いても腕が極まる方向になりやすく、また、リストロックや腕座十字型などの連絡技に移行しやすいため、プロレスだけではなく、総合格闘技の試合でもよく用いられる。 アントニオ猪木がアクラムペールワンを藤原義明がスーパータイガーをこの技で肩脱球に追い込んでいる。ルーテーズにこの技を伝授したジョージ・トラゴスは挑戦してきた素人をこの技で腕切断に追い込んだという。肩の関節に加えて人体も損傷したらしく、当時の医療技術で治療することは困難だった。名手はテーズ、藤原をはじめ上田馬之助が 奥の手として隠し持っていたことでも知られる。エルサムライも得意技としている。WWE でブロックレスナーが得意技としており、トリプル H をしばしば破った技である。ブラジリアン柔術や総合格闘技では木村ロックもしくはターンに木村と呼ぶが、 これは1951年10月23日のプロ柔道家としてブラジルに渡った柔道家の木村正彦がマラカナンスタジアムでエリオグレーシーをこの技で破りエリオが木村の強さに敬意を示して木村ロックと名付けたものであるこの敬意は木村正彦はなぜ力道山を殺さなかったのかに詳しく書かれている木村正彦は 柔道の現役時代からこの技を絶対的な得意技としていたが、その技術は、拓大ヨカが高専柔道に参加して徹底的に寝、ね、技を磨いたことによる。1926年の書籍、新式柔道に抑え込みからとガードポジションからの実演が写真付きで掲載されている。ルークロックホールド、上ー,ーゾンが極めたのは、腕間ではなく腕座三角型。 マイケルキエーザが極めたのは腕感ではなく腕差し方。横四方固めなど相手の上になっている体勢から片手で相手の手首を掴んで輪を作り、もう一方の腕をその輪の後から通して相手の手首を掴んでいる腕を持ってそのまま相手の腕を背中側へひねり上げる。ガードポジションの体勢から片手で相手の手首を掴み上体を起こして相手の腕の裏側に 自分のもう一方の腕を通して手首を掴んでいる方の腕と輪を作ってから自分の上体を相手の側面にずらして胴体を両足でしっかり挟んで腕を背中側にひねり上げ極める相手も立っている場合と相手が半膝立ちまたは三点ポジションの場合がある相手の正面または仕掛ける腕側の斜め側面に立ち上へ引くようにして極める タックルのカウンターやバックからのクラッチの返して、首相撲などから仕掛ける。極めたまま自分も倒れ込んで、同士めしに移行する場合もある。スタンディングでのチキンウィングアームロックは背後を取られた場合の返し技などで、ボルクハンの他に、桜場和氏が得意技としたため、しばしば桜場とも呼ばれる。しかし、桜場が開発者というわけではなく、プロレス、キャッチアズキャッチキャン。 三歩、充術の基本技の一である。名称についてはこの技を、ダブルリストロックと呼ぶのにこだわるのは、ルーテーズで、チキンウィングフェイスロックは、鳥のように腕は動くが、ダブルリストロックは極められると、腕は動かないから、チキンウィングアームロックと呼ぶのは、おかしいとテーズが言っていた、という WFK レスラーの宮と友子の証言がある。チキンウィングアームロックと呼ぶのは藤原をはじめとする。 ミアト以外の UWFK レスラーが中心であった。テーズは、試合中に一つしか技を使ってはいけないと言われたら、迷わず、この技を選択すると語るほど、この技へのこだわりは強かった。柔道では、腕管に含まれるが、両手で相手の手首や前腕部を持った場合は、腕差し方となる。三角絞りをかけながらかけた場合は、腕座三角型となる。ありがとうございます。